こんにちは、劇花の古谷です。リアルタイムで見ている方はこんばんは、古谷です。この時期になるとですね、意外と多い質問がラベンダーの剪定についてなんですね。冬場どうやっていったらいいのっていうことで、今日はですね、イングリッシュラベンダーの冬越しっていうよりも冬剪定ですね、こちらについてちょっと詳しくですね、図を交えながら解説をしていきたいなというふうに思います。まずですね、このラベンダー冬剪定しなきゃいけないかっていうと、しなくてもいいんです。しなくてもいいのね。だけど、した方が春の芽吹きの時に枝数が増えていってボリュームが出ます。まあ、ボリュームが出るっていうことはイコール花がつきやすくなるっていうことなんですね。花が増えるんですよ。なのでこの冬剪定ですね、ポット苗で植えた方も、ぜひですね、それなりの高さがあるのであればやっていただきたいなっていうのと、もう一つはですね、年数が経っていて木質化結構してるんだけど、どうしたらいいの、どこまで切っていいのっていうお話をメインにやっていきます。で、まあ、最後の方でですね、冬場の水やり、まあ、特に地植えは必要ないんですけども、鉢植えの場合にはちょっとコツがあるので、そのお話していきたいなっていうふうに思います。まずですね、ポット苗から植えた方ね、秋植えされた方もいらっしゃると思いますし、あと春からね、地植えで育ってるよっていう方なんかもいらっしゃると思うんですけども、まだね、木質化さほどしてなくて葉っぱがわさわさと茂っている状態の、剪定です。冬に入る前にしてもいいですし、後にしてもいいんですけど、ここまでは切っていいよ、でもここから先は切っちゃいけないよっていう場所があるので、ちょっとね、僕ね、絵がめちゃくちゃ下手なんですけど、見えるかな、描いてきました。で、ここ、まあ、地植えも鉢植えも同じなんですけど、地面ですね。で、下からちゃんと葉っぱが生えてると思います。で、夏場ちょっと蒸れちゃった方はこの辺がね、葉っぱないと思うんですけど、切るとするならばどこからかっていうとね、高さがある場合にはここ半分ぐらいの場所で、あ、曲がっちゃった、半分ぐらいの場所で切っていただくといいです。葉っぱが残ってるんでね、基本葉っぱを残すっていう感覚です。でね、深めに切りたいっていう方もいらっしゃると思うんですよね。この辺からね、切っちゃっても大丈夫っちゃ大丈夫なんですよ。で、地際で切るとさすがにもう出てこなくなっちゃうんで、葉っぱが残ってれば出ます。で、この枝分かれしているところを切ることになるので、さらにこの下から枝がね、こういう風にどん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 出てくるっていう形になっていきます。で、なるべくですね、できれば低い場所で切った方が株自体が安定します。ただラベンダーってこう、なんていうのかな、下からこう生えているっていうよりもこう生えるんですよね。こう生えるの。だから、重さでね、だん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 こう傾いてきますから、最初はこうだったものがこういう風になってくるので、半分ぐらいで切る場合でも全然 OK です。で、うちのアロマティコ買っていただいた方に関しては半分ぐらいで OK です。で、切る時期いつぐらいがいいのっていう方も結構いらっしゃると思うんですけども、まだまだね、12月といえども咲いている地域あると思うんですよね。で、これほっとくとですね、寒くなって枯れていくのが1月2月なんですよ。で、雪に埋もれたりとかします。で、枯れてから切っていただいても全然 OK ですし、緑が多い状態で切ってもらっても全然 OK です。ただし、秋植えされた方に関しては、ある程度ですね、根っこを張るために光合成してもらいたいんですね。なので、このタイミングで例えば12月の頭とかで切っちゃうと、光合成まだまだできるのに根っこ張れるのに張れなくなっちゃうっていうパターンがあるので、それはまだね、株が小さいなっていうふうに思うんだったら、これはね、枯れてから切っていただいても大丈夫です。次にですね、木質化している、すでに何年か経っている株の場合なんですけども、こんな感じ、こんな感じで、ここがね、色塗ってあるところ、ここね、色塗ってあるところが木質化している場所です。で、本来はもっとね、バン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 生えてると思いますので、この形ではないと思うけども、
木質化している場所から葉っぱがあまり生えてないっていう状態だと思うんですよ。で、この木質化している部分をバチッと切っちゃうと出てこなくなっちゃいます。これぐらいね、背丈が詰まってればいいんですけど、木質化している場所がもっと上まで伸びてるよって方いると思います。今ちょっとね、ざっくり色をつけてますけど、こんな感じ。今濃く塗ったところが木質化している場所っていう感じです。で、ちょこ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 細かいのがあるのが葉っぱですね。で、切るんだったら葉っぱを残して切るなんですね。で、上の方まで木質化していて、なんか倒れてくるんだけど葉っぱがね下の方ないのよねっていう方は、葉っぱがあるところで切ってください。そうしないとですね、これは葉っぱがない状態から枝が吹くっていう可能性がすごく低くなっちゃうんですよ。なので、そのまま冬場枯れてしまって春芽吹かないっていうこともあるんですね。なのでね、もう形が乱れすぎちゃったっていう方はそのまま置いといてもらって、とりあえずね真ん中辺で切っていただいて、春ね脇枝が吹いてくるじゃないですか。そしたら挿し木とかをして、もうね株自体を更新するっていう形にされる方がいいと思います。で、挿し木に関しては、挿し木用の培養土でもいいですし、挿し木用の培養土に、さらに水はけよくしたいので、赤玉だけだとね、ちょっと水はけ良すぎちゃうので、挿し木用の培養土に、そうだな、パーライトとかバーミキュライトとかその辺を混ぜていただいてもいいです。ちょっと水はけよくしていただいてから挿し木して、挿し木もね1本2本じゃつかないことがあるんで、もうね10本20本挿し木して、上手に育った、一苗二苗っていうのを植え込んでいただくっていうのがいいと思います。そして最後に水やりのコツなんですけども、冬場ね、カラッカラに乾いてしまうとやっぱさすがにダメなんです。で、地植えの場合には雪も降るし雨もたまに降るので、まあまあ地面の中は湿ってるんでね、放置でも OK なんですけど、逆に地植えで水をあげすぎちゃうとそのまま根腐れしてっちゃったりとか、根っこが凍っちゃってね、休眠してるとはいえ枯れちゃったりするので、鉢植えの方を気をつけていただきたいんですね。で、鉢植えの場合はもう本当に冬場はね、月にね1回か2回ぐらいお水あげる程度になると思います。こうね、日当たりが良ければ水が乾いていくし、日陰、やっぱ冬場って曇天が多いじゃないですか。曇りの日が多いんであんまりなかなか乾かなかったりするんですよね。なのでずっと湿りっぱなしも良くないんですよ。だから乾いたらじゃたっぷりあげるのかっていうとそうではなくて、しっかりと乾いたら、鉢を持ち上げて軽くなったら、鉢の半分ぐらいが湿る程度のお水の量で十分です。これはポット内の場合で植えた秋植えの場合もそうですし、春植えたものもそうですし、もう2年3年経ってるよっていうものもそうなんですけど、あまりねたっぷりあげてしまうと根がねバッチリこう張ってるんだったらいいんですけど、そうじゃない場合には水分過多になりやすいです。では乾きが遅い、冬場は水をあまり吸い上げないよっていうことなので、そこだけちょっと気をつけていただければなっていうふうに思います。そして、最後なんですが、これ本当に最後に持ってきちゃっていいのかなっていうような話なんですけど、ラベンダーは宿根草というよりも木に近い性質なんですね。で、冬場はもう完全に枯れたりとか、あとはまあ暖かい地域だったら葉っぱが少しだけ残った状態で越冬していきます。で、冬越しっていうほどの冬越しの何かしなきゃいけないことってのは特になくて、バークチックを引いたりとか、あとは霜よけとかもする必要ないです。ガチガチに凍っても意外と大丈夫ですね。地植えの場合には地面の下の方まで凍るってことがないので、上の部分がね放射冷却でバンバン傷んじゃっても、雪が降ってもすっごい寒くなって霜が降りても全然大丈夫です。で、鉢植えの場合も同じで、まあね、水をたっぷりあげた翌朝放射冷却で鉢の中が全部凍っちゃったっていうんだったら別問題ですけども、鉢の中が少々凍っても意外と大丈夫です。なので、休眠してるんだな、寝てるんだなっていうことで、あまりですね、こう構わずに春になるのをひたすら待つぐらいの感覚でいいです。
で、この冬場なんですけども、掘り上げたりとかね、あまりしないようにしてください。やっぱりね、この休眠している時に植木とかを掘り上げたりするじゃないですか。で、やっぱね、傷むんですよね。で、この植え替えに必要がないのに掘り上げちゃったとか、あとは、なんか場所を移動させたいから掘り上げちゃったっていうこともできればこの時期はあんまりしたくないので、なるべくやめた方がいいと思います。掘り上げて移植するとかっていうのは秋とか、春ですね、3月下旬ぐらいかな、それぐらいの時期からがいいんじゃないかなというふうに思います。で、今年ですね、グロッソなんかを春に植えた方なんかはまだお花が咲かないっていう状態かと思います。秋植えの場合も一緒で、グロッソの場合は1年越して約植え込んでから1年ぐらいで花が咲くようにはなってくるので、遅咲きのラベンダーっていうのもあるので、それ頭の片隅に置いといていただければと思います。ということでね、今日はちょっと図解をねさせていただきました。下手ながらもこんな絵で伝わっていただければなというふうに思います。この動画見ていただいて面白かった、役に立った、という方はぜひ高評価のグッドマーク、そしてチャンネル登録もしていただけると嬉しいです。ということで、今日も最後まで見ていただきましてありがとうございました。またお会いしましょう。さよなら。